今日の先生は料理研究家の鈴木恵理子先生です。よろしくお願いします。お願いします。今日のメニューはこちらです。とろとろのタレが絡んだ肉団子の甘酢あんかけ。材料です。豚ひき肉、長ネギ、うずらの卵などをご用意ください。まずは肉だねを作ります。ボウルには、はい、はい、豚のひき肉、今日は粗挽き使っています、はい、あとネギのみじん切りと生姜のすりおろしが入ってますね、はい、こちらにお塩が少々ですね、はい、それから片栗粉が入ります、はい、それから卵ですね、溶き卵を入れてください。こちら一度よく練っていきますね、はい、ここで今日のパパッとポイント、ネギ水を作ります。ネギ水、はい、こちらなんですけど、生姜の皮とネギの青い部分ですね、はい、こちらにお水を入れて、はい、よく揉みます。この香りを移したお水ですね、これを肉だねに入れてあげるんです。はい、これは中国ではチョンジャン水というんですけども、餃子や肉団子に入れると臭み消し、それからふんわりとした風味に仕上がるということで、よく使われているものなんですよ。ではネギ水を大さじ2、はい、ありがとうございます。じゃあこちらもですね、よくと混ぜ込んでいきますね、はい、はい、肉団子をこのように丸めたら揚げていきます。はい、それでは今日は揚げ焼きにしますので、はい、油の量はフライパンの一面に、まあ、1-2センチ高さぐらいですかね、これぐらいの量で十分かと思います、はい、そして油の温度を170度に温めていきたいんですけれども、はい、目安なんですが、濡らした菜箸を水気を拭きます。で、入れた時に端全体から細かい泡がわーっと出てくるようであれば、これ大体160-170度ですので、はい、これで揚げていきたいと思います、はい、泡が出ないようであればまだ低温ですし、入れてすぐ泡がね、大きい泡が出てくるようであれば高温ですので、その時はちょっとね、油の温度、火加減を調節していただきたいなと思います、はい、揚げ焼きしている間に甘酢あんを作ります。はい、こちらのフライパンの中には砂糖、酢、醤油などが入っております、はい、こちらですね、火にかけて混ぜていきます。片栗粉も入っていますので、絶えず混ぜながらですね、火を通していただきたいと思います。ダマになってしまうのでね、はい、肉団子がいい色に、はい、こんがり焼けましたね、はい、一度油を切っておきました。でこちらの甘酢あんもとろみがついてますね、はい、でここにですね、こちらの肉団子と、はい、からうずらの卵を入れてもう一度火を通しますね、はい、そうすると、中まで完全に火が通ります。今日揚げ焼きにしているので心配な方もいると思うんですけども、はい、これで完全に火が通りますので、あとこの後盛り付けたら完成です。茹でたチンゲン菜と一緒に盛り付けて白ごまを振ったら出来上がりです。いただきます。うん、肉団子の食感がすごくしっとり、ふわふわに上がってますか。上がってます。ネギ水の効果ですかね。柔らかいですね。そうなんです、うん、他のアレンジもできるんですか。そうですね、ケチャップのあんにしたりとか、あと和風のみたらし系の砂糖醤油系のあんにしても美味しいと思いますし、うん、はい、カレーやシチューに入れても美味しく召し上がっていただけます。甘酢はもちろんですけど、ぜひ皆さんいろいろな美味しさで肉団子楽しんでみてください。